皆さんこんにちは、555フシングルナウブです。今回はジークさんのメタルジーク R13 についてです。こちらの水中映像と特徴、そして実調をやっていきたいと思います。どうぞご覧ください。ナブちゃん、
りましたよ、食いましたよ。これは食ったでしょ。ちゃんとあげたいですね。テーラーですね。はい、テーラー来ました。離陸します。R サービンでテーラーです。あ、ここら辺にいるね。連チャンできるよ。ということで R サーディーン、2匹釣れました。まあ、回遊に当たった時に、まあ、しっかりと魚が拾えるなという感じで、まあ、よく釣れるメタルジグじゃないかと思います。また他の場所でやりたいと思います。はい、こういう長い砂浜ビーチからこういう感じで飛び出てるところ、突き出てるところに来てます。こういう感じで岩場ですね。なので投げるとこはすべて砂地、一番深くて3メートルぐらい、だいたい 1.5 メートル、2メートルぐらいのエリアになりますね。はい、これでいきます。背中黒いですね。 R サーディンピンク、背中黒、いいですね。だいぶ上がってきた。限界か。
りました。 S ビットじゃなくてなんだっけ、 R サーディン、比較的ボトムトントンですね。さあ何でしょう。A だから、ジャンプしたね。ジャンプされるとバレる。そうそう、よしよしよし、おお、意外とでかい。これがでかいんだ。横向いてますね。ちょっと標準でこのダブルフック前ついてますけど、後ろリアにも自分でフックつけました。これでちょっと投げてみます。こっちですね。はい、奪われますね。よいしょ。はい、つけたリアに振ってきました。R サーディン。R サーディンのトントンの後のテンションフォールできましたね。ナブちゃん。はい、ということで R サーディン実際投げてみましたけれども、まあ、非常に扱いやすいジグだと思います。まあ、左右対称のジグですし、まあ、比較的スタンダード型のジグだと思います。ただ巻き早巻きでよく泳ぎ、しゃくってよし、そしてフォールもいい感じでフォールしますので、まあ、スタンダードにいろんなことにマルチに使えるようなジグだと思いますので、まあ本当にやってみて実際釣れましたし、まあ、いかにも釣れるかなというようなジグだと思います。まあ、本当レギュラーにしてもいいメタルジグだと思います。皆さんももし使っていらっしゃらない方がいればぜひ使ってみてください。ということで今回はジークさんの R サーディンでした。ご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。